吉田さん、こんにちは。今日ね、椎の木くんが私のところに会いに来るんですよ。で、15時ぐらいに来るっていうんで、もうちょっとなんですけども、それまでにね、ちょっとこの銀行の方に行って、いろいろとね、決済の準備しとかないといけないかなと思います。決済というか、企業決算ですね。企業会計か。月末にいつも閉めて、で、税理士さんのところ送るんですけどね、これをやらないといけないかなと思っております。で、びっくりしたのがね、税務署からね、なんか通知が来てるんですよね。なんだこれやと思ったら、いろいろと書き換えられてるところがあってというところですけども、なんだろうなと、まあ税務署から通知が来るとびっくりしますよね。であともう一つの通知は、福山ガスさんからポスティングのチラシが入っておりました。で、何が言いたいかというと、この話題とは全く違ってですね、椎の木あずら君は今回私のこの会社のね、電気代をなんとね、安くしてくれたというね、すごいですね。私がね、ポイントサイトとかセルフバックやってる関係で、ちびまる子ちゃんの電気に切り替えたら一時金1万6000円プラス毎月の電気代金が安くなるっていうのを知ってたんですけども、ただね、椎の木くんのプランはもっと安くなるんですよ。だから今回ね、かなりお得になっちゃいました。しかもこれ1回やるだけで生涯お得ですからね。そう考えたら、通常の電気契約ってどんだけぼったくられてんだと思いますよね。だから情報を知らないっていうのはものすごい損するなと思いました。中国電力の電気を使っているんだけども、中国電力じゃないところから経由で買っても全くサービスは同じなんですよね。だからこの度ね、電気も切り替えますけども、いろんなものが動いてるなと思いました。やっぱりね、若い人の話を聞くっていうのは大事ですね。自分が生地年を取ってるから物知りだって思っちゃうとアウトなんですよ。やっぱりね、私の48歳じゃないとキャッチできない情報と20代だからキャッチできる情報と全く違うところにあるから、やっぱり違う年代と大いに絡んでいかないといけないかなと思うんですよ。それこそね、私今でも10代の皆さんとね、ご一緒する機会があったりとか、それから20代の方、30代の方と年齢幅広く、上はやっぱり70代とかありますからね、80代はさすがに数名しかいませんけども、まあでもね、やっぱりね、100歳の方とこの前お会いしたのは、まあ、印象深い出来事だったかなと思います。まだまだ全然元気で生きてましたね。私の町内にはね、100歳の方が2人いるんですよ。100歳以上の方が。で、まあ表彰されたりするんですけども、お一人はちょっと施設に入っちゃってるんですけども、もう一人はものすごく元気でね、いろんな姿を見ることができて、やっぱり100歳っていうと、いきなり100歳になったわけじゃないんですよ、当然ですけども。やっぱりこう、可愛らしい幼少期があって、で、その方は女性なんですけどもね、10代、20代の花開く時があって、30代のものすごくね、一生懸命働く時期があったり、40代50代として自分の子供たちを見守る時があって、そして60、70とだんだん年齢を重ねるに従って見る世界とかね、めでる世界が広くなっていってってことだと思うんですけどね。いやー、この人が阪神・淡路大震災も東日本大震災も見てきたのか、いやいや、太平洋戦争すら見てきたんだなと、ね、大東亜共栄圏の戦争ですよ。あれの時にだって青春時代でしょ。すごいですよね。自分の住んでる村から若い男性が一人また一人と行ってきます、万歳万歳って出てくるわけですよ。それで帰ってこないわけですよ。白い箱になって帰ってくるわけですよ。そういうのを見てね、赤髪を生で見て、そして日本が原子爆弾をして原爆で負けて、高度経済成長復興、でいろんな病気も流行った、食料事情も悪かった、よかった、配給があったね、田中角栄が総理になって日本は大改造された、でいつの間にか小泉総理が出てきて、いろんな改革、グローバリゼーション、そして新型コロナ、もうね、いろんな危機に遭遇して、そのたんびに立ち上がってきた人なんだろうなと思ったら、私はね、感動するぐらい涙がもう本当に滲んできましたね、その人の後ろ姿を見るだけで。そういうふうなことを感じれるような受信力がついたと私はね、思ってるんですけどね。だから何を見ても、こうやってね、喋りが止まんないですよ。ね、いってらっしゃい。